はい、どうもフリッチです。さあ今回もエヴァンコロニーに続きやっていきましょう。さあ前回ね、よりコロニーの拡大をして、まあこの第二都市を発展させていっていますね。病院に、まあこの商業施設などなど建っているので、まあ第二の都市というか、もうこれが一番大きくなるんじゃないかなと期待している場所はね。でゾリウムもあるので、まあより人が住む必要があるから、今このクエストにある大きな居住施設はここに作ろうかなと。まあ人も足りてないですしね。だそのためにはまず電気がちょっと不安なので、先ゾリウムかな、ゾリウム家からのみたいな感じで行こうか。ちょっと工場とかないんで、そこ置くかだね。あ、ちなみにこれめっちゃ低いですけど、あー通勤ですか。え、どっから来てんのこいつら。じゃあもう行きますかこれね。ここだとちょっと遠いかな。どうせ置かないからここでいいか。バスとか置いてないんで、その辺も多分聞いてきてるよね。バス置くかどうかね。まあ彼らの通勤というか、なんか、まあ移動に使うもので、電気を食うんですよね。8か。で、最低2個からだっけな。あるんで。16年。あ、行けなくはないね。よし、置いとくか。まあ、ここと、この辺かな。と、まあ、こっちのね、メインの街ですよ。今はね。ここにつなごう。この間を移動させると。あ、ここも欲しいね。まあ、これから広がるんで、その時に合わせておくとして、まあこの薬品系の工場2つ目置こうと思います。こっちにね。っていうのも今薬局置けって言われてるんで、まあその薬をそもそも作ってないから、こっからやるしかないと。人口400人か、結構先だね。おガス、ああ、まあこれは放置かな。で完成と。さあ進んでるね。前回2つ進んでなかったやつが一気に進んでと。高層ビルもできましたよ。もうこれ一等地ですね。もうこの湖が見えると。これすごい形だよね。一気に滝と。地球にあったらもう世界遺産ですよ。で、原料作れる薬が、1つか。1つしかない。で、この2つある方の右のやつね、食料に使ってるんで、これもそんなにないと。ハピネス 1% か。これからハピネス上がるけど、健康に被害をもたらすと。畑から作ります。この紫色のやつね。よしよし。ちなみにここはモラルは？あ、いいねいいね。警察もいますしね。で空気のクオリティはだいぶ、まあこのファンとかレベル上げたんで大丈夫だろうと。バーグリル上げとくか。でこの肥料みたいに取りますか。農作物のクオリティが上がると思うんですけど。で家少なすぎるんでちょっと作りますね。多分これいっぱいじゃない。あ、まだ半分ぐらいか。こっちに家がないんだよね。アウトポスト作っとくか。で冬の間電気が危ないので、これ多分ね、入ってきてないとことかは、あ、ないわ。それがあればなんかバランスを調整してくれると思うんですけど、ここくらいか。
商業とか幸福度とかか。バーグリル置いてあげよう。これちょっと小さなね、地方都市みたいなところも大きくしていかないと。でゾリウムね、それも計画にあるので、みんなの幸福度を見てやっていかないと。まあ一応水取りますか。まあ急激に減ると思うんでね、いつかのタイミング で食料ね、この春の間は30プラスとめちゃくちゃでかいんですけど、問題冬だよね。あーちょっと通勤も悪いですか。出た出た出た。あーこれはタレット置いとくか。まあこっち何もないので、こんな感じで防衛して、ではゾリウム行きますか。この300成長は、まあ、一応進んでいるかな。ん？なんだこれ。なんか途中で消えるのはあれかな、総量の問題。もしかして300個持てみたいなことかな。であればめちゃくちゃ厳しいんだが、じゃあちょっと作りますか。2つ作ったろ。よしよし、管理はしない作るだけだね。ゾリウムいきます。ゾリウムは9000個あるんで、ドリル使いますか。レーザー、レーザーだね、レーザードリルというか最先端のものを使い、ゾリウムは置けないと。あ、まだ10個いるんだね。取れればいけますよと。来た来た来た、防衛してますね。真ん中はね、食らいまくってますけど。お、来た来た来た。撃退撃退。吐く前に倒せればね、まあ、建物にダメージがないので、いいですね。でっか。ここかな。あ、ここ鉄あるんですけど、ドローンいりますね。こんな感じかな。さあ倉庫がいっぱい問題と新しいミッション、エキスポート。お、増えてる増えてる。これだね、ライスにするのか。まあこれは食べれないんで食べれるものに変えると。メロンからゾリウム、お、あ、1回限りか。なんだ、無限ならねめっちゃ楽だと思ったけど、メロンめちゃくちゃあるんですよね。ここも北海道みたいなもんですから本当にメロンしかできないんですけど、まあそれだと北海道じゃないか、名産になってますメロンがね。ここオンリーメロンですから。あ、でもないか、これ間違えたんだよね。メロンにしとこう。土地的にメロンしか育たないんで。お、来た、 VR センターですね。 VR で遊ぶ施設、まあ最近もいろいろありますからね。このゲームの時代に追いついてるんじゃない日本も。とはいえ、あ、そう、倉庫だね。先に倉庫置かないと。今ある倉庫をね強化するっていうのも聞くんですが、あれ倉庫ってあれ1個しかない。これトレードセンターか。ここだね。押したらいっぱい出ないかな。無理か。まあ選挙は有利ですから。選挙、逆に敗北をね教えてほしいですね。どう、これで、あー、ちょっとだけ浮くくらいか。そんなに変わんないか。できる限り倉庫置きたくないんで、強化で済ましたいんですけど。一応鉄取っときましょうか。ここからかな。で、お、これいけんじゃない？うわ、若干届かない。で、この辺はもう地熱ないんで、ガスは発生しないだろうと。よし。
ガス発生しないならこのファンでね持つんで。やばいな、めちゃくちゃ低いぞこの辺。まあ、2つ置いてあげましょうか。まあ、選挙向けにね。よし来た、 70%。 いやもう完璧ですよ。ちょっとややクオリティ低かったですけど、じゃあ見ておきますか。まあ、これ今から完璧になるだろうとみなして。足んないか。うん、こっちが大丈夫ならいいかな。ちょっと低いかな。あ、じゃあここフィルターかな。一応ね、近くに地熱があるので、地熱もガスの発生源があるので置いとかないとまずいかなと。でこれ今800個ありますね。薬にしますか。各畑あげて、工場、工場、あ、これ食料か。あ、資源なくなってる。工場どれだっけ。これだね。これ使えますね。よし、これめっちゃあるな。一旦いいか。1700個あれば。これは、幸福度 8% 上げるが、健康被害と、犯罪上げたり、生産性これ上がるかな。アンドなんで生産性上がりつつ犯罪度が上がるのか。あ、いいんじゃないか。あ、ケルコ、あ、足んないね。めちゃくちゃいるよ。あ、出た、ナイス。あ、ここめちゃくちゃ高いよ。いいねいいね、余裕ですよ。これ薬ギリだな。これは、あ、特にマイナス要素がなくてただただ幸福度上がるやつか。これにするか。薬ってなんかいっぱいね服用すれば上がるかな。ご老人のようにね、ちょっとお薬ボックスを持っていただいて常にお薬を取ると。ケルコ捨ての効果な。だ、ケルコ用に1個欲しいね。いっちゃうか。ゾリウムあるので、またこれもあげればいいだけなんでね。だ、現状は、ケルコ不足と、ケルコの変換不足と。ニューミッション、ブロッコリーか。あるかな。ないですね。メロンゾリウム、まあブロッコリー設定だけしとこう。どっかで作るか。畑変えてもいいんだけど、まあ、現状のバランスでよくできてるなら変にいじらない方がいいかなと。ここでケルコ変えて、ケルコは2000個ね。まあ薬に使ってるんで、もしかしたら負担なくなるかもしんないけど、いっぱい作ってますからね。でここブロッコリーにするか。どこへ変わるんだろう。お、71% 上がったね。で VR センターをちょっと次作るとして、 OKOKOK で今回ちょっとこの惑星でまた外のこうワールドマップ上のコロニーとか作りたいですね。あと電気とか資源とか試していきたいんで、ちょっと長めに行こう。環境的にもね、まあ、一旦ここ終わって続ければいいと思うんで、まあ、鉄とかはないんですけど、それ以外は何でもあるからね。ちょっと広げていきます。どんどんここは人口を目指せ2000人ですよ。メガコロニーですね。まあ、ここのね段階で 70% は一番コロニーとしてクオリティ高いと思うんで、過去今でね、ちょっと人気を上げました。いいですね。さあ、ここ最終何置くんだろうね。あ、来た来た来た。多分この辺の何かだと思うんですけど、スタジアムとかかな。あ、やりきれないね。まあ、薬は常に作ってるんで大丈夫だろうと思うんですけど、ちょっと今はこの最初の方の拠点の建物レベル上げていきますか。研究ってしました？あ、してないですね。一応しときますか。
で、終わった頃にあれ、まあ、壊すのは言い過ぎだと思うんで、停止しようか。こんなん絶対、あ、水か。案外ないね、あげるやつ。しっかりしてますね。これくらいか。あと家ね。こっち今住んでもしょうがないと思うんですよ。失業率も確かね、マイナス要因になり得るんで、ここはうまく回ってんじゃないかなと。十分機能してるな。あ、なんだなんだ、じゃあいいですね。まあ、建築ドローン今更こっち作んないんで、あげる必要ないと思うから。こうかな。畑とかも最高なんだね。いやー、することがないね。もう完璧ですよ。ただただ広げればいいと。ちょっと水が不安だね。水を置きますか。倉庫がいっぱいか。よし、じゃあ倉庫置きましょう。倉庫なんてね、この辺でいいですから。お、来た、メロン。これ楽ですよ。無限になりますから、今。メロンはこのコロニー内において7000個ありますね。7000トンでしょうか。キロだったらしょぼいと思うんで、トンだね。7000トンあると。これは止まってるか？あ、あるか。これ2つあるのがちょっと、倉庫的に。いっぱいにしちゃうかな。人口500人、400人いったんだね。ウォーターポンプ上げとくか。これポリスのやつ上げときます。幸福度的にね、いると思うんで、多分薬のせいで下がると思うから。あ、そういえば薬局足んないね。こっち置いてあげますか。よしよしよし、薬ちょっとどんどん使ってもらってね。どんだけ作ってるか見てみるか。あ、これ違う方だね。ケルコ組ね、こっちか。幸福度を上げる、これ上げないやつかな。健康被害ですか。健康上げるやつか、逆に。で、幸福度は 1% アップだね。まあ一般的な、そこまで害のない薬じゃないか。で、まあこの 8% 交付であげるけど、ひたすらね、被害をもたらす薬ね。これ500個ありますから。で、特にこのバットな効果がなくて、交付度が 3% 上がる薬もあるんで、トータルで見たら、じゃあ 12% 上がるとみなしていいのかな。あとこれもありますから、 17% 上がるんですかね。まあ、彼はじゃあ日常的に4つの薬を布教すると。で、VR センター置きます。こっちかな。で、VR センターとともにアクセスを良くするために、バスを置きましょうか。バス、そして、まあ、治安が悪くなると思うんで、置いていきます。こっちもいるかな。じゃあ見張りましょうか。やっぱ大都市はね、いっぱいいますから。で、いっぱいになってきてるんで、強化して人を住ませましょう。ここはね、どんどん需要高まると思うんで。ちょっと見えなかったですけども、何ですか、何これ。アーティファクト、場所ないのかな。これか。どこに置くんだろう。ちょっとそれは見ときますかね。で、何ですか。一応見てあげますか。ああ、病院がこの辺ないですか。わかりました。病院作りましょうか。
とえあーここにあるんだけどちょっと遠いかな。はい、あと多分ですけど感染用の薬もないんじゃないか。で次だね。エンタリーはないぞエンタリーからキャンディーね。どっかブロッコリーに変えたんでそれをエンタリーにしてと。エンタリーは、食料にできるんでこれね、エンタリーオートミル、まあ、この辺すべて設定だけしときますか。でまた病院ができて電気それこそ危ないですね。ちょっとこれは次回電気を取りに行きますか。とりあえず結構進んだんで、まあ、あとこの3つね攻めていきましょう。